私たちはは JCBA 日本コミュニティ放送協会ですすさあ時刻は6時刻分を回っていますここからは「なんとかしなきゃプロジェクト」のコーナーです。さあということで今日もゲストが来てくださっているんですがもう第29回ということでいよいよ次が30回迎えるということでね本当にいろんなゲストの方にね登場していただいているんですけれども今日はどんな方が来てくださっているのでしょうか ということで、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。はい、では、あのご自身で自己紹介していただけますか。はい、えー、私は南米パラグアイイグアース移住地出身の福井由美と申します。はい。静岡に住んで14年になります。はい。 来日後は私も工場で勤めていたんですが3年ほどで帰るつもりで来たのがなぜか燃えないゴミの日にトランペットを拾ったことが始まりで <laughs>、はい、夫の勤めていた音楽学院へ楽器を送るボランティア活動のためだらだらと14年も日本に残ってしまいました <laughs> はい14年まあ日本にねいらっしゃるということですけれども今、まあ、お話を伺った中でえ って思うことがあったんですけども、南米のパラグアイ、イグアス移住地出身の福井さん。はい。え、あのイグアス移住地ってそういう移住先があるんですか？はい。あの日本人がたくさん住んでおる、えー、移住地になります。はい。はい、えー。そうですね。南米パラグアイにはえっ、ー、とジャイカのお手伝いで、はいえー、移住地が今三つ。 ほどありまして、そのうちの一つがイグアス移住地になります。はい、へえ、そういうね、あの。いくつかじゃ、日本の方が移住しても良いっていう場所があったりとかもするんですね。そうですね、まあ、あの、昔は用意していただいて、そちらに入るというのが、はい、まあ、目的で。うん、あの、移住された方がたくさんいたんですね。じゃあ、あの、僕が。 もう、えー、じゃ、あパラグアイとか、イグアス移住地、ここ僕住みたいなって、今言っても住めるんですか?。大丈夫です。えー、そうなんだ。<laughs> はい、大歓迎で待っております、ねあ。そうなんですね。<laughs> はい、なんか、あの、海外にね、移住するって言ったら、結構難しい、いろんなね。あの、移民する部分においても、難しいところがたくさんあるのかなと思ったんですけれども。そういうのを聞くと、ちょっと、あの、パラグアイって、どういう国かは、まだ。わ、よくはわかんないんですけど。あの、はい、いろいろ、こう、ちょっと教えてもらいながら。 多分番組が終わる頃には僕、行ってみようかなみたいな感じで <laughs> はいちょっとしたいなとは思うんですが、はい、まあそのパラグアイっていう国ってどういう国なのか教えていいただけますすかはいえー、そうですねパラグアイは、えー、のんびりとした国っていうのがまあ印象的で <laughs> え地図上でいきますとちょうどおあの南米のど真ん中、はい、え心と言われております。南米の心という で海につながってない国で、人口が静岡県とほぼ同じくらいというの、はい、で、国の大きさは日本の1.5倍っていうい。日本の1.5倍もあるけれども、人口は静岡ぐらいしかいないんですかはいそうですへということは、初めてこう静岡にいらっしゃったときに、人多いなって思われたたんですかはい思い思ましたあそうなんですか。え人口 えじゃああんまりなんていうのかな例えばよく北海道だってね隣の人が車でだいぶ5分ぐらい移動しないと近所の人っていうかいないよみたいな感じを言われることとかあるんですけどもそんな雰囲気はいそうですね<ー>そんな感じです すごいまあ、ただね、あの今言われていたパラグアイのイグアス移住地区っていうところで、そこにはじゃあ、たくさんの日本の方とかも、も向こうの方も住まれているというはい、えー、日本人が、えーはい、約700名いまして、はい、あと外国人も含めてブラジル人や、えー、とドイツ系の人たちも含めると、大体その倍ぐらいで住んでいるところなんですけど、はいうん、そうですね。 あの隣って言ってもやっぱりちょっと離れてるので、はい、歩いて30分ぐらいかけてちょっと遊びに行ってくるというのが普通でしたなるほど隣じゃないレベルですよね <laughs> 30分歩くってまあだいたい15分で1キロというか2キロぐらい離れてたりとかするわけですよねそうですねはい散歩みたいな感じですか2キロっていうのいや あの隣という感覚で本当にちょっと行ってくるっていうのが、はい、そう20分から30分かけてもちょっとです、はい、<laughs> そっか国によってやっぱ、まあ、日本の1.5倍あってね静岡の人口ぐらいしかいないってことは、まあ、確かにそれぐらいが隣になっちゃうのかなと思うんですけれどもわすごいなんかあのちょっとなんだろうまたパラグアイのイメージがちょっと変わりましたね。ななんかやっぱ南米なので人がが多いイメージがありました あ、うんうん、あの、首都の方に行きますと、やっぱり、はい、あの、日本と同じようにたくさんの人が住んでて、うん、あの、ごちゃごちゃはしてるんですけど、ちょっとあの郊外に出ると、もうのんびりとした広い土地になりますね。ええ、はい。さあ、そしてその福井沢、向こうではですね、あの、こちらで現在、あれですかね、静岡県の国際交流協会で外国人支援アドバイザーをされているということなんですけども。 ちなみに向こうではどんなお話えー、どんな仕事をされてたんですか向こうではあの保育士をしていましたああはい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 そこではやっぱりあのー、現地の人とかあと日本の人たちとかもたくさんいらっしゃる中でいろんな国の言葉を使われるってことがあったんですかいえ日本語のみで保育士をしておりました <laughs> そうなんですねはい。へえなんかあの外国っていうとねやっぱりその国の言葉を使うっていうイメージがもうすごくあるので 日本語はじゃあ、そのイグアス移住地区っていうのは通用するんですねそうですね、日本語だけで生活ができる移住地になっておりますハワイのワイキキみたいな感じですね <laughs>、はい、そ,そして今あの、外国人の支援アドバイザーっていう仕事をされてるんですけれども、はい、こちらでされているその仕事、どんな仕事なんでしょうか。えー、こちら、静岡に住んでいる南米人やその関係者。 から電話や窓口での生活相談を受けておりますはい、また県内で専門家との相談会などに、ねうんうん、通訳者としてお手伝いに行くこともあります。ななるほどなるほほどどちなみに、まあ、やっぱり日本に、ね、住まわれている外国人の方っていうのはいろんなまあ問題で、ね、あの悩みがあったりとかするとは思うんですけれどもどういうことで困っている方が多いんですかそうですすかそうね、えー、在留資格関係が結構多かったり、はいうん、あと離婚 問問題題っていいうのが結構難しい問題であるんですね。はい、で離婚を絡んで子どもの親権あと仕事先でのトラブル、はい、また、えー、学校ですね、えー、学校の相談や生活に関する相談な内容はいろいろありますね。はい また相談者の中にはいくつもの問題を抱えている方も多いので、えー、言葉の壁だけではなく、えー、例えば離婚の相談であればその中に在留資格があって子どもの親権があって、うん、え獣医があって、えー、経済的問題などさまざま、ねはいうん、ちなみに福井さんは、はい、あの向こうにいらっしゃる時はもうじゃあほぼ日本語をしゃ,しゃべられてたんですかはいそううですね向こうパラバイって 他言語っていうとスペイン語になります。あと、はい、あのパラグアイはもう一つ言語がありまして、はい、えっと原住民の言葉で、はい、ガラニー語っていうのがあります、ね。ガラニ語はい。でそれ二つとあとスペ、え、うん、あの日本語。はい。私は使ってました。あじゃあもう三カ国語いわゆる喋れるってことですか。まあ形上はそういう。う 形で、はい、あの喋ってますけど、実は私はあの、はい、日本語学校には入ってなくて、はい、あのー、漫画本音で日本語を覚えたという人間なので、はい、んです漫画大好き人間です、はい。ちなみに今南米とかでちょっと話はそれますけど、はい、すごい日本のアニメーションとかってブームなんですよね。 そうですね、うん、はいあの言葉が喋れなくてもカラオケとかで歌とか普通に日本語の歌を歌っちゃうみたいなはい、うん、普通ですテレビでねそういうの見た時にうわすごいいなって歌になると発音も綺麗に皆さん発音して歌うんですけど、はい、日本語で声かけたら全然喋れないという方がたくさんいます <laughs>、えー、でもその中で漫画の、ね、本で、えー、言葉を覚えられたということで。はい そうかなんか見た感じそのねパラグアイご出身だっていうようなね雰囲気も日本で生まれて育ってっていう感じがしたんですけれどもあの実はお兄さんもいらっしゃって、はい、あの東日本大震災の時に日本に 大豆を支援されたということの話を聞いているんですけれども、まあ、ちょっとその辺詳しく教えていただけますか、はい、なんか徹子の部屋みたいになりましたけど実は、震災が起きた日に、はいえー、日本からですねあの、ギアリンクスっていう、はいあの、日系人農家の支援をしている社長さんがちょうど向こうに行かれてて、はいえー、その方とのつながりというのが、えー、うちの兄は、えー、と大豆をそのギアリンクスさんに売っているんですね。はいうん でその時に、えー、大使館関係と一緒の、えー、滞在だった時にちょうど震災が起きまして。はい 何か支援ができないかということから、うん、え自分たちができる大豆を通して100トンの大豆を寄付するという話になりまして、はい、それでそのギアリンクスの社長がじゃあ、えー、お豆腐に変えましょうということで、はい、お豆腐を100万丁の豆腐に変えて被災地に届けるということの話が決まったんですね。はいでえー そのまま話が大きくなっていきまして、うん、え多くの方の賛同も得て28万ドルの寄付も集まり、はいえー、結果岩手宮城福島などに、うん、えとお豆腐を届けることができましたでこの度実はですねお豆腐百万丁支援ということで、はいえー、中学校の歴史の本に、はい。 記載されることになって、私もすごく嬉しく思っております。えー、パラグアイっていう単語が入って記載されてましたので、うん、嬉しく思っております。すはい。歴史に乗っちゃうんですね。はい。えー、早い、2年ほどで歴史になってしまう大きな震災ということで。うん、はい。はいなるほど。僕ちょっと驚いたのがパラグアイっていうのは、大豆も作られているんですね。はい。うん。 あの日本にはもっとごまが一番多くパラグアイから入ってるんですけど、はい、実は、えー、大豆も日本へあの、うん、届いております。なるほどまあ本当にあにちょっとねあのお話を伺っただけでもパラグアイってあどういう国なんだっていうのがちょっと分かってきましたしちょっとね移住もね考えてみてもいいかなみたいな部分にちょっとなってきてるはいるんですけれども竹間さんここからちょっと はい、ちょっとお話があるということなんですけども、はい。あの、先ほど福井さんの方からお話がいた、あの、ありました。お豆腐の件なんですけども。はい、実は、あの、そのお兄様のところに、はい、あの、何とかしなきゃプロジェクト著名人の。川島愛さんが昨年視察に訪れてます。はい,はい。はい。で、その様子が、あの、何とかしなきゃプロジェクトのホームページで動画がありますので。はい、あの、皆さん見ることができますので、あと、うん、福井さんのお兄さんをはじめ。以前、あの、去年ですかね。はい、こちらの番組で、あの、歌を歌わせていただきました。はい、青年海外協力隊の日本語教師でパラグアイに行かれ。 ていた岩原さん裕子、はい、さんという方も出演してますので、はい、またこちらも合わせて見ていただければなと思うんですけれどもはい、はい、検索はあのなんとかしなきゃ。jp ですね。はいはい、あそうなんだじゃああなんプロのページにね行ってみるとですね、はい、あの福井さんのお兄さんの顔もわかるんですね。はいわかりますちょっと後で見て、はいはい バラ具合の良さっていうの、をますますこう感じてみたいなと思うんですけど、その豆腐もちょっと食べてみたいと思いました。ぜひ、うん、あの岐阜の方に行きますと、はい、まだお豆腐はありますので。はい、岐阜にあ,、はい、あるんですね、はい。はい、あります。えー、う普通に売ってる。えー、はい、あのしばらくはまだ、あの。まだお豆腐支援も続いておりますので、はいうん、はい、あのその間はずっと。 ちょっと販売もしておりますので。寄付に行く機会があったら、はい、ちょっとお豆腐も食べてみたいなと思います。<laughs> さあ、そしてですね、ジャイカの静岡県デスク、えー、こちら竹馬さんからこちらもまたお話があるということなんですが、<laughs> はい、お知らせばっかりなんですけども、はい、あの5月の11日土曜日、こちらがの世界フェアトレードデーという時にあります。はい、で、あの青葉シンボルロードでフェアトレードマーケット静岡というイベントを今回初開催します。はい、で、この場所では約20店舗ですね、フェアトレードですとかあと地域のお店が出店をしまして、世界のご ご飯やパフォーマンスとペアトレードを学ぶワークショップや展示ブースなど盛りだくさんのイベントになっています。はい。あのまた jica ボランティアの話を聞ける場も用意してますので、ぜひごあの皆様ご来場をお待ちしてます。はい、はい。で、合わせまして、えっ、ー、と現在ですね。あの、その青年海外協力隊シニア海外ボランティア募集中です。今週末の13日土曜日静岡市。 えと4月の20日浜松市で募集説明会を行われますのでこちらも併せてお気軽にお越しください詳しくは検索 JICA ボランティアでホームページをご覧くださいはいもう本当に JICA のボランティアっていう部分でまあボランティアするっていうことに関してのまあ日本の人たちの感覚的にはそんなに敷居が高くないとは思うんですよねただやっぱり長くこう例えば会社をお休みして海外に行くっていう部分の不安とかあると思うんですけどもその辺はどうなんですか そうですねあの会社をお休みしてあの行くという制度もありますし、はいうん、本当にあの個別応募相談も乗りますので、はい、ちょっとどうしようかな行きたいけどって引っかかっている部分があるなっていう,こう不安なところをあの解消できる、はい、あの募集説明会になってますので入、はい、退室も途中で自由なのでぜひふらっとお越しいただければなと思います、うん、ちなみにあと何も僕資格持ってないんだけどでもなんかボランティアで参加したいなって思う方もいると思うんですけれども、はい、なんか資格やっぱり必要ですかね。 そうですねあの資格が必要なものもあるんですけれども、不要のものもありまして、また、はい、そういったあの棚卸ですかね、こう皆さんにこう、はい、部活ですとか、何をしていましたか、うん、ということで、あのこちらも相談に乗って、一緒に合わせてこう、あ、はい、った職種を見つけていくこともできますので、はいうん、本当にお気軽に来ていただければいいのかなと思いいますはい、ボランティア説明会のほうはね、えー、今週末13日の土曜日は静岡市、はい、そして4月の20日、えー、こちらは浜松で説明会がありますので、ぜひぜひこちら、参加していただきたいなと思います。はい JICA のホームページの方を見ていただければね載ってますよね。そしてなプロのコーナーはなんとかしなきゃ .jp こちらの方で検索していただくとですね、まあ、本当にこう身近にできるボランティアっていう部分でのねいろいろこうなんかやりたいなっていうこととか考えられている人にはぴったりなそういうのが見つかるかもしれませんのでねチェックしていただきたいと思います。 さあ、ということで、今日はですね。静岡県国際交流協会の外国人支援アドバイザー福井由美さんに来ていただきました。福井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。三ラジレディオソウルまた来週お会いしましょう。バイバイ静岡の夕方は丸ごとワイド。